白羽です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。皆さんはお正月どんな風に過ごされましたか？私はというと大体いつも通りでしたね。大晦日に年越しそばを食べて、今年はなんか具が多くてそばがよく見えない年越しそばを家族が用意してくれました。で、年が明けてまずすることなんですけど、私はエトディディを飾っているんですけど、そのエトディディを交換しますね。で、その後は友達と、初詣に行って、その帰りにファミレスでおしゃべりして帰りました。去年はコロナだったんで、もう初詣だけサッとしてサッと帰るっていう感じだったんですけど、まあ今年はいいだろうっていうことで、なんか喋っちゃって、もう久しぶりだったんで、もう気がついたらもう、朝の4時ぐらいになってたんですね。でも眠くなっちゃって帰って寝ました。初日の出はもう諦めました。まあ今見なくてもね、YouTube を見れば初日の出の動画上げてくださる方たくさんいらっしゃるんで、それでちょっとそれでもう疑似初日の出体験ですよで、起きたらもう昼前ぐらいになっていて、あ、そうだ、今日は映画の日っていうことで映画を見に行きました。マトリックスリザレクションズですね。そうですね、まあなんか懐かしい感じがしましたよね。実はなんかマトリックスを見るにあたって大晦日に急いでマトリックス1を見たんですけど、あれ1999年の公開なんですね。なんかあれからもうそんなに時が経ってることにちょっとね、驚きがありましたね。マトリックス1って20世紀の作品なんですよね。マトリックス1はね、もうとにかくキアヌ・リーブスが男前なんですよね。もうかっこいいですよね、キアヌ・リーブス。まあ、話もそうですね、当時としては斬新だったと思うんですね。1999年って言ったら、そうですね、大体時代的にはまあネットのマニア的な人がインターネットを始めたぐらいの頃なんですよね。まだ一般的にインターネットっていう言葉が知られてないくらいの時代なんですね。まあそんな時期にああいう仮想空間を使ったああいうストーリーの映画ってすごく斬新な映画が出たぞっていう印象がありましたね。で、まあ当時としてはみんなこうガチガチの SF という感覚で見ていたと思うんですけど、もう20年経って改めて見るとちょっとなんか現実味があって怖いですね。話の内容としては、21世紀初期に、便利な AI を人類は作り、その AI に、負けて支配され電池扱いされてるって話じゃないですか。割と現実味ありますよね。最近 AI も頭角を現してきたし、仮想空間もなんか Facebook がメタっていう社名変更して、これからは仮想空間だって言い出してますしね。なんかちょっと怖いところありますね。で、まあ、レザレクションとしては、そうですね、やっぱりこう1のこう斬新さを求めて見に行くとがっかりするかもしれないですけど、私は結構好きでしたね。こうなんていうんですかね、こう今の時代に合ってるっていうか、まあいろいろあって一つの終わりを迎えた後の始まりっていう、なんかこう終わりの先にはまた始まりがあるっていう、なんかそういうなんか今の時代に合ってて、まあまあ面白かったですね。でもあれはまあマトリックス1を見ていかないとあまり面白くないと思いますで映画から帰って、今日はお正月だし珍しいもの食べようと思ってこれを出してきました。ヤーリーですね。岡山の名産品で、漢字では鴨梨って書きます。首をすくめた鴨の形に似てるからですね。確かにちょっと鴨っぽいですね。見た目は洋梨で味は和梨でも、分類的には中国梨っていう変わった、梨です。
割ってみるとより一層鳥っぽいですね。なんか狙って作ってるんじゃないかな。切るとこんな感じですね。あ、できた。うん、食べた感じはもう和梨ですね。美味しいです。その後は去年アマゾンで買ってたんですけども、開封できていなかったものをちょっと開封します。一つ目はこちらです。これはどういったものかというと、こういったものですね。スマホやタブレットにつけて持ちやすくできるというアイテムです。せっかく Kindle Oasis 買ってたんですけど全然使ってなくて、今年は読書するぞっていう気合も含めて買ってみたんですね。じゃあつけてみましょうか。動くんですね。あ、これいい、すごい安定してる。めちゃめちゃいいですね。これはいいですね。読書がはかどりそうです。買ってよかったです。もう一つの方はこちらです。今年は紙の手帳を買ってみました。ま、これなかなか良さそうだなと思いまして、ま、こう使い方もちゃんと書いてあるし、ハビットトラッカーが載ってたり、でこう月別にできたこと書けたり、で今の自分、なりたい自分の表を書けたり、カレンダーも2年あって、1年をまとめた行事予定も書けるし、普通のマンスリーもバーチカルに予定も書けるし、なんか全部入りなんですね。結構私が欲しいものが全部入っていたんで、これ良さそうだな。今年はこれで、予定を管理していこうと思います。今年の目標はズバリ整理ですね。まあ、いろんなことを整理してやりたいことに使える時間をもっと増やしていこうと思ってます。それで今年も楽しい動画がたくさん作れる一年になったらいいなと思ってます。